はいどうも、妖怪三国志国取りょうず今回もやっていきます。ログインボーナスね、決勝番ちゃんのね、小選考もらえたんで、超すごいねこれね、6突目ですね。バリアどうなんですかね。まあでも戦力2000超える群馬神がこんなに難しくなくゲットできるのは嬉しいですね。はい、というわけで6突いきました。ビンゴミッションとこの交換か、交換は今のところ2個してんのか。で7突8突いけて、あとショップで買えば10突いけるって感じかな。まあでもここまでねいけるのいいと思いますね。ビンゴミッションで2つクリアとワンラインでもねもらえるので、成長力がある、素晴らしいですね。ここまでなかなか小成功ねぶっ込めないんで、やっぱコラボはいいですね。はい、そしてねスコアタの方はまだ残り日程ありますね。降参中、降参球か、降参球、俺こうずっと降参中って言ってたかもな。降参球ちゃんが超7突まで来ましたね。なのでスコアが少しずつ上がってきてね。金貨ね、1万はいかないんだけどね。9500から1万の間ぐらいはね、周回で稼げるようになってきましたね。やっぱコラボはすごいね。いつもあれ、スコアだって5000ぐらいしか1周で稼げなかった気がするんだよね。なので、こういうスコアとやっちゃうとね、なんか金貨稼げるように思っちゃうけどね。まあ、プリポカーイベントだから結構ね、私はプリッパー弱いからあれだけど、強い方は本当はめっちゃ稼いでるっぽいですけどね。素晴らしいね。超10突いけるんでしょうかね。まあでも土日に金貨アップが来るんでね、はい、それを楽しみにしましょう。まあ一応私も300万交換しちゃったんでねあれだけど、ベストスコアもねフルアタックしてないのに170万で、まあ、まだメンバー決めかねてんだけどね。あ、そうだ、ブリ隊長もそういえば、ブリ隊長結構ね、上位の方使われてますよね。なんで、月曜日になったんで、一応ブリさんは、上げときましょうかね。もっとね、当たらなくても交換しとけば今頃10凸ぐらいいってたのかな。3月20日解禁だったっけね。はい、チョコ凸ですね。今回大活躍されてるみたいですね、ブリさんはね。ブルジョアみたいな感じだもんね。まあでもみんながガシャで頑張った対抗棒とね、マクロファージちゃんが活躍ということで、対抗棒はやっぱりね、みんな苦労してゲットしたと思うんで、ちゃんと活躍の場がね、できてきてよかったですね。はい、そしたらね、今日はいつもの絆ですね。絆はでも本当に全部ゲットしたら正直衝突モードにそろそろ行きたいなというところで、あ、ジバニャンサンタもゲットしたな。衝突したい妖怪もなんか意外にいっぱいいるから困っちゃうよね。四天王寺は衝突したいなと思ってます。あと草薙もね。でも草薙はどうなんだろうな、お別れした方がいいのかなという感じで、今日揃わない感じかな。生ハゲお別れしちゃったんだよね。ビンネは衝突用に、あとヌラリもね衝突用に交換しとくかな。でもそんなことしてるともう交流ポイントがどんどんなくなっちゃうからな、難しいとこなんですよね。ヌラリに小成功、あ、ヌラリじゃねえ、あ、ヌラリと、あ、イノマ装束はいいや。ぶっ込むかっていうところの問題は、ヌラリに使うのもったいないかな。やべ、交流ポイントなくなってきたね。さあそろそろゲットしたいんだけど今日無理かな。
呪いの花子さん。次、あ、うんちくま、あ、揃ってね。あ、今日うんちくまゲットするはずだったのに。レジェンドが簡単にゲットできるのは嬉しいんだけどね。四天童子、あと修羅駒もぶっちゃけすごい揚力高いよね。イベントでも多分使うと思うし。あとノルソルね。ノルソル今日はちょっといいや。なんか、あ、ちょっと待って、ヌラリ。ヌラリは多分使わないと思うな。キラコマ。お、今日ゲットならずか。リンネが今更来てくれるのと、やっとうんちくま揃いましたね。じゃあゲットしていきましょう。というわけで、絆、あ、そうか。うんちくましかゲットするチャンスなかったんだな。うんちくま待ちでしたね。じゃあちょっと、ね、じゃあどうしようかな。じゃあ鬼雲ゲットできるなんて本当に夢のようだけどね。ちょっと回数分はごめんなさい、ちょっと使い切っちゃって。もうすぐ太陽神いけるな。あ、でも順調に交流ポイントなくなってきましたね。不動明王がいけそうだな。いい感じですね。四天童子がっていう感じでしたね、今日はね。一応これでうんちくまも上昇下げて、次はうすら影はオリジンをゲットしようかな。うん、リンネなんかもうアップにしてないんだけど、出るから。このアップの意味はどうなんだろうね。うん、というところで、まあアップにしたいのを上に見るとね、3310体もアップにしてるから、何かあれだよね、1体とかにした方がいいのかな。はい、あとこれね、妖怪がね見れれば本当にいいんだけどね、ボタンを押したら妖怪が見れると非常にありがたいけどね。結構どうなんでしょう、もうもともと衝突してる人はね、ブラックダイヤには衝突してる人とかね、四天童子衝突してる人とかはいいのかなと思います。明日は黒いジバニャンかスーさん。暴走エマが今日出なかったな。あとは衝突組もいて、うん、まあでもちょっともう交流ポイントが生ハゲ交流ポイントがなくなってきましたね。ただはい、調整うんちくまゲットです。これはね、これあれだったっけ、ステップアップ妖怪かな、ちょっと忘れちゃったけど。小生うんちくま講師、僕が知らないうんちくはこの世に存在しないクマ、たっぷり聞かせてあげるクマ。まずは三国志のうんちくから。うんちくま講師。うんちくまね、アニメがね妖怪ウォッチに戻るんで、多分1ヶ月に1回は今後あのネタで出てくるんじゃないでしょうかね。どうなんでしょう、あのクーカちゃん、クマコちゃんはうんちくまの転生なんでしょうかね。はい、小生うんちくまゲット。これね、実はかなり前から嬉しくて、うん、うすら影水なんですよ。これがね、ちょっと必殺は水がないんだが、揚力、まあ揚力そんな高くなさそうだけどね。このね、うんちくまじゃない、うすら影水が本当に人材なんでね、この前あのランクアップであったじゃないですか、うすら影水。あ、これ得意にしちゃった。いないんですよね、こんだけしか。うん、なのでいつもフクロウに頼っちゃうね。あの勇ましい風がいつまでも、あのなんだっけ、あのなんとかであるに頼ってるのと同じように、いまだにフクロウ、まあ揚力1000超えてるから別にいいんだけど、いまだにフクロウがエースだったんですけど、これでねうんちくま来てくれたんで、どうなんでしょう。闇マロとかもうね高変化しちゃったんだよね。なんで小生ハロウィンクマさん持ってる人とかはいいんだけど、あと誰なんだろうね。あのとにかく人材なんですよ、うすら影不気味水は。そのくせね、たまにこの前のランクアップみたいにあるんで、もうね使えないんだよね。大辞典か。
なんでね、これ第一人者じゃないですかね、薄ら影水の。あんまり聞いたことないよね。ハロウィンクマさんぐらいしかいないんだね。あれ不気味。どうせハロウィンコマさんとかしかいなくて、もともとやっぱ人材なんだ。あ、大東徳ぬらりひょんはそうなんだ。これが一番か。大東徳ぬらりひょん。これが一番なんだな。なるほどな。はい。まあなんですけど、結構人材なんだとこなんでね。まあ、大時点で見ても、こんだけしか人材がいないとこなんで、はい。ぜひね。使う人材になると思うので、うんちくまでも、しかも能力もね、ややこしく強いんで、いいですね。調査堀は結構、調査堀は効くよっていう、なんか、討伐戦でも、ランクアップでもいるんで、あと、超混乱の取り付く、これもね、いいですし、防衛でも活躍してくれるのかな。ぶつかりダメージ軽減 20% か。もうちょっとあってほしいけど。あと私の有利な種族へ取り付く延長だしね。だから超サボで超混乱延長してくれるんで、ちょっとね、水属性のダメージアップがあったらもっとよかったんだけどね。はい。なんですけど結構欲しかったね。妖怪なんで、いや、絆でゲットできるのっていう感じで本当にありがたく思いますね。はい。というわけで今回は小生うんちくまゲットでした。明日はね、あ、そっか、アニメの話するんだったな。明日金曜日アニメ始まるんで、なんかアニメ関連のなんかが来るかもしんないから調べとこうって言って調べてなかったんで、はい。ちょっと後で調べておきたいと思います。ちょっとまた明日はね、これも欲しい黒いジバニャン。はは。できたら暴走馬ゲットしてみたいな。はい。という感じで。ちょっとまた交流ポイントなくなってきたんでね。はい。なんとかしたいなと思っています。ちょっともう別れる妖怪はちょっとね、決めたりしてはいるんで、はい。寂しいですが、別れながら頑張っていきたいと思います。はい。じゃあすいません。今回こんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね。交換まだか。またお会いしましょう。さよなら、バイバイ。もうちょっと溜まると思ったけどな。あ、スタミナもあるんだ。